皆さんこんにちは、チャンタイです。パワプロ2017ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回はカープとの6回戦をお届けしていきます。はい、ということで前回はですね、もう本当に試合終盤まで投手戦でね、引き締まった試合だったんですけど、最終回でね、得点を入れることができて勝つことができました。今チームも7連勝中とかなり、ね、勢いに乗ってます。で今回が、4月の最終戦になります。でこのゲームが終わったら、月間 MVP ですね、発表されると思うので、今回の動画ではですね、その発表のシーンまでお届けしていきたいかなと思います。あー、ちょっとランゼさん不調だし、スタミナが全開してないなー。でもリリーフ陣がスタミナね、もう満タンなんで大丈夫ですね。おそらく完投とかは難しいかもしれないですけど、リリーフ陣に託しましょうか今日は。で今回の育成枠は井上さんになります。ああ、堀さんが。ちょっと絶不調だと使いづらいんですけど、普通は。堀さんは足があるんで、なんとかなるかもしれないですね。じゃちょっと打順は落としますね。で、もしかしたら途中で引っ込めるかもしれないです。今日は。では、ちょっと9番で使ってみましょうか、じゃあ。そうすると、だとしたら、向井さんかな、1番は。うん。はい、じゃあ、これでいきましょうか。はい、カープは野村投手ですね。野村投手はね、変化球が多彩で、コントロールがいいピッチャーって感じですね。球速はそんなにないですね。調子、絶不調ですけど、まあ、調子安定持ってるんで、これ、多分能力が下がりにくいってことなんでしょうね。っていうことなのかな。どうなんだろう。多分そういうことなのかもしれないですけど。はい、じゃあやっていきましょう。あんまり苦手意識はないですね、野村投手は。個人的には。今日はね、久保さん絶好調なんで、これ、久保さんとか佐藤さん、あんまりパワーがないバッターは、調子が絶好調の時だとね、ホームランチャンスあると思うんですよ。やっぱシーズン通して、ちょっとゼロってのは、やっぱりね、1、2本は打ちたいって個人的には思ってますね。ゼロは結構寂しい気がするんで。あんまり弾道も高くないんで、そういう意味だと、この、まあ、マツダスタジアムとかはホームラン出やすいですね。フェンスがそんな高くないんで。よし、これ落ちそう。あ、っていうか、エルドレッド選手スタメンで出てますね。6番で。今までね、ここ松山選手で、エルドレッド選手は代打で出てきてたんですけど、とうとうスタメンで出てきましたね。スタメンで出てこられた方が非常にね、厄介ですね。多分一番パワーはカープの野手陣の中であるんで、エルドレッド選手は。それは手が出ないわ。ボールかと思ったんですけどね。抜けた。田中、いいバッティングを見せました。
先制となって上がりました。あーっと勝負ラインになった。菊池選手がバントしてくれるのは非常に助かります。打たれた方が嫌です。うん、でもここ決められたか。ランナー二塁に進みました。乃木先制のピンチを迎えます。ランゼさんはね、本当に開幕してからピッチング安定して防御率も1を切ってますからね。やっぱりこのペナントはね、3期生中心ではあるんですけど、やっぱりこう2期生のね、力も見せつけてほしいですからね。やっぱりあの実際のこのペナントじゃなくて、実際乃木坂でも今ね、3期生が新しい風を吹かせようとしていて、で、まあ、1期生に関してはね、もうちょっとかなり強力なメンバー揃ってますよね、人気のある。ってことでね、今こそこう、まあ、個人的にですけど2期生のね、やっぱり進化が問われる時期かなと思ってるんで、やっぱ頑張ってほしいですもんね、2期生の皆さんも。実際のその乃木坂としての活動もですし、このペナントでも、その中でもランゼさんと、まあ、特に北野さんがすごく、ね、活躍してますね、このペナントでは。惜しかったですね。ランゼさんはね、結構打つ方でも結構成績、いい成績出てるんでね。OK ナイスカチ。さあ問題、このバッターですね。とかエルーット選手って、そうですよね、ミートもシーあってパワーも A あるから、結構、あ、しかも春男って特殊能力持ってますね。今まだこれ4月なんでね、多分あの春男っていう能力も発動されてると思うんでね。そっか、今なんでスタメンで出てきたのかなと思ったら、左投手に B 持ってますよね、エルドレッド選手。だから、もしかしたら今回スタメンなのかもしれないですね。ランゼさんが先発だったということで。よし、うん、相変わらずの安定したピッチングですね。2ボール1ストライク。うん、抜けないか。ここは守備に阻まれました。これで2アウト、ランナーありません。ちょっとね、もう少し打ちやすいかなと思ってたんですけど、なかなかヒットが出ないな。低め決まり、ここはよく選びました。カウントはボールワンストライク。投げた、外れた、ボール、バッターよく見ました。カウントは2ボールワンストライクです。投げました、打ちました。悩んだ、あ、ダメか、ピッチャーに取られちゃダメか。なんか投手戦っぽくなってきてますね。これからカープの攻撃に入ります。石原、シュートは空振り、タイミングは合わせる。完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、カウントワンボール、ツーストライク。第5球、投げました、見送ってボール、ボールカウント、スリーボール、ツーストライク。あー、抜けちゃった、これは痛い。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました、投げました、よーし。ファウルグラウンドで投げました、送
送ることができません。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第2球、今日はストライク。第3球を投げました。変化球に送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました。よし、3月行こう。ああ取れなかった、マジか。あれ今普通に取れると思ったけど、やばい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 、これはちょっと。うー、しかも回られた、やばい。あれちょっとここはゲッツー取りづらいですけど、ゲッツー欲しいな、丸選手。おお、ラッキー、これはラッキー。投球はこれから3球目、もうカウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、インコース。惜しい。カウント2ボール2ストライクです。1塁へ牽制球を送ります。第5球スタート切った、きた。 OK、 三振ゲッツー。よっしゃ、これはラッキー。うーん、ただちょっと1点取られたな。ああダメか、抜けると思ったけど。ツーシームはもうこれは完全なボール球。第2球あれね、ちょっとあ、ごめんなさい、なんか変なボタン押しちゃいました。今スクリーンショットのボタンですかね。4回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは打ちました。初球よーし、デンちゃんナイス、OK。 ランゼさんと北野さんがもう完全に被ってましたね。あれ実際だったらね、走塁妨害取られてもおかしくないですよね、ランゼさんがあんなところにいたら。いやーちょっとこれ松山選手の方がね、だいぶ楽ですね、エルドレッド選手より。本当に怖いバッターなんでね。第2球投げました。2球目、よし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 。投球はこれから3球目。オッケー。寺田3球で仕留めてみせました。ストライク。まず当ててきました。初球ストライク。ストライク。一塁牽制。一塁タッチセーフ。第3球を投げました。外れたボール。カウント1ボール2ストライク。ボール。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました。インコース。うわー、まずい。1塁ランナー2塁を蹴って3塁へ。ボールは中継。ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。バッターは8番石原。最初のここは次がピッチャーなんで、ピッチャーなんで。よし。ピッチャーなんで厳しいとこつこうって言おうとしたんですけどね、危なかったですね。いやちょっとまだ1安打なんで、とそろそろ打ち崩さないと。結構ねカープいいリリーフ陣いるんでね、結構終盤で抜けろ、リードされた状態で終盤に行くのはちょっとできれば避けたいんで。これ落ちて、よし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 、与田さんナイス。与田ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトからどうか。第9投げました。初球から OK、 うまい。ピッチャーの左へ転がした。じゃあここはもう佐藤さんにかけましょう。できました。より同点のチャンスを迎えます。投げた、もう膝を外れます。セカンド牽制球です。二塁タッチはセーフ。第2球投げた、落ちてくれ、頼む。うわ、惜しかったな。いやこれはナイスキャッチでしたね。
とランズさん投げれて次の回ぐらいまでかな。今日はねもともとスタミナが全開してなかったんで、ちょっとあんまり長いイニング投げれないっていうのは分かってたんですけど、よし、オッケー。北野自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。寺田この回ゲームはこれから後半6回に入ります。バッター甲賀の切り込み隊長堀、最初のバッターボックスはダイヤゴンに倒れています。あー、これあれですね、絶不調だと特殊能力が全部じゃないですけど無効になるんですよね。ちょっとあんまり、そうですね、まあ足があるからいいんですけど、ちょっとねいつもの堀さんの能力は出ないですね。よしよしよし、ツーアウトですけど、久保いいバッティングを見せました。初安打。バッター南九州の秘密兵器モモコ、第9投げました初球のストライク、ストライクか今の。第2球もうカウントワンボールワンストライク。わ、ちょっと長打が欲しいな。投げました、打った。いやー、でもちょっと追い込まれたんでミートルいきます。よし、ここはランナースタートですね。あー、もうどうだったかな、今ボールだったかな、微妙なところでしたね。いやー、これはちょっとやばいぞ、1点も取れてない。結構ここまで0点1点も取れないっていうのは最近だと結構珍しいですよね。ああ、もうちょっとボールゾーンにしっかり、そう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 、完全なボール球、よし、このねインローのツーシームが今日効いてますよね。あれれれれれれれ、さあ4球目、外れました、フォアボールです。やばい、ちょっとこれランゼさんスタミナここまでですね、この回までしか投げれない。ここまで踏ん張って、よし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 、釣り玉でちょっとボールゾーンに見せて、じゃあ、中身入ってる、危なかった。じゃあちょっとこの回までですね、ラミレさん。あれマジでやばい、野村投手はそんなに苦手意識ないんですけどねってこの動画の冒頭で言った気がするんですけど、そんなこと言ったのが情けないぐらいちょっと打ててないな。
今回点取らないとランゼさんに勝ちがつかない。ダメかー、もう野村ここまできっちり。ちょっとこれきついですよね、多分投げれないんで変えますか。ちょっとね、井上さんも出したいんですけど、ちょっと不安なんで、ここはしっかりと投手、今堂林選手が出てきた。じゃあレナツさん行きましょうか。まだ、自責点でもないんでね。初球のね、スローボールって結構安全なイメージだったんで投げたんですけど、打たれちゃったな。野村投手は変えてこないですね。いいバントされちゃった。危ない、ど真ん中マジでダメ。よし、よし、ランゼさんここ踏ん張って、ちょっとこのもう1点入ると結構致命的な点になりかねない。うわ、ちょっと丸選手絶不調でしたよね。ちょっと菊池選手の方が怖いんで、ここはしっかりもう勝負避けます。ランゼさん頼むよ。よし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 、ちょっともう一球入れときます。よっしゃ、これはうまくしのいだピンチを。よっしゃ、投げてよかった。今ちょっと投げるか迷ったんですけど、いやーいいですね。さあ、じゃあここは代打でいきましょうか。ちょっといじりさん残しときます。ちょっと待ってください。レナチさん、佐藤さん、ちょっとね、堀さんのところも代打出そうかなと思ってるんで、とりあえず誰行こっかな。やっぱミリアさんかな。ちょっとランナー出てほしいんで。とか塁に出てほしい。もうダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9投げました。もうバッターよく見ました。ここデンちゃんが出てくれれば次ね、イジリさん出して、もうちょっとね、これ一発逆転の、ちょっとここ変えますね。ちょっとイジリさんまだ早いかな。相良さん行きましょうか。ホームラン、ホスキーのホームラン。厳しい。OK のやつかと。相良さん頼む。おー、ナイスカット。よし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 。
OK OK。よし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 。あ、ここでピッチャー帰ってきたか。向井さん、向井さんとかどうしよう。いや向井さん打たす。ちょっともう8回ですよね。イジリさん使おっかな。向井さん。ちょっと行きます。本当に一発が欲しい場面なんで。スライダーとエッジシュートとフォークですね。ここは一発狙いできます。なあ、ショートから一塁送球。アウト、スリーアウトチェンジ。八回の表。マジか。ちょっとこれ守備どうしよう。待ってくださいね。ショートじゃあ、ちょっと待ってください。ショートを久保さんにして。で、キャッチャー、相良さん。で、梅沢さんを外野にして。ってことだから。つまり。こうして、こう。で、こうか。はい、これで大丈夫ですよね。よし、これで行きましょう。でもちょっとこれ、1点も取られたくないんで、坂口さんで行きますね。はっきりしたボール球、カウント2ボール。よっしゃ、いいコースだった。そっか、これ右バッター続きますね、ここから。まあでもちょっとここは坂口さんに任せよう。ちょっと甘く入ってる、甘く入ってる。やばい。クリーンヒット、ボールが転がる。ボールは中継、アライツーベース。カープ大勝。今日は安藤を勝っています。バッターの鈴木。合いません。投げた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた。インサイドストライク。タイミング合いません。アウトコース。ボール。カウント3ボール2ストライクです。打ちました。よし。ボールを取る。サードから。オッケー。アウト。これで2アウト。ちょっと待ってくださいね。ここ敬遠ですね。ここは敬遠です。ああ、ちょっと。危ない。ここは敬遠でいきます。よし、OK。さあ、ただちょっとこれ3安打しか打ててないのか。ジャクソン投手、ツーシームとスライダーと V スライダー、ちょっと V スライダーはおそらく捉えるの難しいんで、やっぱツーシーム系が狙い球にはなるかなと思いますね。いやー、ちょっとまずここですね。まず久保さんが出れば。やばい。第3球。もうカウント1ボール2ストライク。さあ4球目。なボールだ。もうちょっと、あ、結構思ったより落ちたな。南九州の秘密兵器、もう初球空振り。第2球投げました。もうカウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。完全に外れた。もう大きく外れました。カウントは2ボール1ストライク。ああ、悩んだ、お願い、悩んだ。飛び込んだ。アウト。ここは意地を見せて
やばい、もう北野さんに期待するしかない。ただもここで一歩よし、いって、お願い、いってくれ。惜しい、もうあとちょっとだった。いや、惜しかったな今。いや、マジで惜しかった。うわー、ただただランナー二塁なんでね、ここでもう一本出れば。梅沢さん頼む。なんで今の手出しちゃったんだマジで。ちょっと最後のマジで、いやー、あれ完封負けてあったかな今まで。いや最後はミスったな。結局この1点がね、響きましたね最後まで。いやー、そうですね、これも惜しかったですよね。これで1点、ここね、ヒットになってればね、1点入ってたんで。いや、これ最後やっちゃったマジで。初球に手を出す球じゃなかったですよね、どう考えても。いやー、ハイライトがすごい短いですね。マジか、ちょっと今日4安打か。ちょっとこれでランゼさんに負けがついたのは本当に申し訳なかったな。最後の北野さんも惜しかったな。いやー、ちょっと今回結構このペナントを初めて結構残念。いやー、こんなに打てなかったの初めてですよね。いやー、ちょっとね、最後いい形で締めくくりたかったんですけどね、ちょっと連勝も止まりましたね。最後北野さんのあの一本はちょっとドキッとするシーン、まあ見せ場は作れたかなと思うんですけど。はい、ということで、もうちょっとね、試合負けたのは切り替えて、でこれおそらく月間 MVP の発表なんで早速行きましょうか。で、ちょっと、そうですね、ピッチャーだったら、そっか、ランデさん今ので負けついちゃったから、まあ、防御率はでもそれでもいいと思うんですよ。で、3勝もしてますしね。ランデさん可能性ある。で、山下さんも可能性ありそうですよね。うん。まあ、乃木坂のチームだったらこの2名かなと思います。まあ、中継ぎからもし選んでくれるのであれば、結構、レナチさんも候補に入ってもいいですよね。で、野手ですね。野手はやっぱちょっと北野さんかな。あの他の3期生の、ね、方も結構頑張ってくれたんですけど、それにしてもちょっと北野さんがこの4月は爆発してました、してたんで、まあ、北野さんがかなり最有力かなと思います。じゃあ早速行きましょうかですね。では行きます。おお、北野さん取りましたね。いや、すげえなこの成績。盗塁も9盗塁したんだ。これは3割30本30盗塁。いけそうですね。40-40 とかももしかしたらいけるかもしれないですね。このペースでいけば。では次、ピッチャーですね。いきます。よーし、山下さん取った。これね、3期生と2期生で取れましたね。いや、よかったね。これはよかった。3期生から出ましたね。いやー、これは嬉しい。パリーグは、うわ、すごい。これ、いや、北野さんとほぼ同じような成績ですね、これは。まあ、打率はメヒア選手の方がかなりいいと。高梨選手。うん、これもちょっと山下さんと似てますね。やった、取れた。これは嬉しい。あの、前回の1期生のね、ペナントでは4月取れなかったんですよ。月間 MVP が。なので、これは本当に嬉しいですね。はい、ということで、ちょっとね、試合負けたんですけど、月間 MVP ね。
2名、ピッチャーも、バッターの方でもね取れたということで、これは本当に嬉しいですね。はい、ということでね、4月終わりましたね。ということで、次回ですね、ちょっとですね、コメントでもいただいてたんですけど、まあ、乃木坂のメンバーの皆さんの成績は、まあ、試合をやってればわかりますよね。まあ、打撃成績とか出てくるんで、画面に。なんですけど、リーグの中でどれぐらいの位置にいたいか、乃木坂のチームのメンバーの皆さんが、リーグの中でどのぐらいの位置にいるのかを知りたいっていうちょっとコメントをいただきました。で、このテナントではですね、月が終わるごと、まあ、今回はね、4月が終わったんで、月が終わるごとにこのリーグ記録はね、振り返っていくというようなスタンス。まあ、前回のペナント実況と一緒ですね。を撮ってるので、次回ですね。次回は試合の動画ではなくですね、このリーグ記録、を見て、まあ、乃木坂のね、成績の振り返りなどをするのと同時に、まあ、リーグでどれぐらいの位置にいるのかっていうのも確認していきたいと思います。はい、ということでですね、次回は、成績振り返りやっていきたいと思うので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。